どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。本日は色編集の話をしたいと思います。でちょっとね、聞いてほしいんですけども、さっきまでね、色編集のこのね、動画撮ってたんですけども、録画ボタンを完全に押し忘れて1時間ぐらい喋ってました。悲しい。はい。まあちょっとそんなことはさておき、今ね、外出自粛中ということで、いろいろね、家でできる動画編集、動画制作ということで、最近シリーズ化してちょっとやっていました。で、まあ僕が、コーヒーを、豆をひいて入れるまでの過程をね、動画にしたいということで動画にしてみて、それを撮影から、色編集、編集までというふうに、ステップを踏んで、今回は全部ご紹介しています。で、今回は、色編集の話をしたいんですけども、これね、結構難しいけども、かなり気になってる人も多いんじゃないかなと思います。撮影編 1,2 とやってきて、やっぱコメントでね、からぐれ編気になりますと、まあいうコメントが結構ありまして、まあだいぶ期待してくれてるなというところでございます。実際、今回やるのは、こんな感じの読みが、まあこういう風に色が変わっていくという風なエフェクトというか色加工をやっていきたいと思います。で、今回使うソフトはですね、無料のソフトを使いたいと思います。ダヴィンチリゾルブというね、無料ソフトを使って、やっていきたいと思いますので、初めてね、動画編集、動画の色味をいじるよっていう方も、ぜひチャレンジしていただければと思います。ということで、あまり長々と話してると動画が終わらなくなってしまうので、早速、動画の方に移りたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ということで、ダヴィンチリゾルブをね、まあゼロからね、ちょっと説明していかないとわかんないんですよね。ということで、立ち上げていきましょう。これのね、録画ボタンをさっき押し忘れたから、録画ボタン押しとくよ。はい。いいんでね。はい。されてます。で、ダヴィンチリゾルブっていうソフトについてちょっとご紹介したいんですけども、僕ね、こっちの、動画編集ソフトのおすすめでもご紹介してます。僕のメインでね、使ってる編集ソフトは、プレミアプロっていうね、編集ソフトなんですね。なんですけども、まあ月額で割とかかるんですよ。パッケージだと6000円ぐらいかかっちゃうのかなっていう結構高いソフトを使ってるんですけども、正直ね、色編集に関してはこのね、ダヴィンチリゾルブの方が僕はやりやすいですね。僕も使ってるし、プロの方も結構使ってるぐらいのソフトなんですけども、まあ本当はね、ダヴィンチリゾルブスタジオっていうね、有料版のソフトがありまして、それの無料版がこのダヴィンチリゾルブっていうソフトになります。で、このダヴィンチリゾルブってソフトね、何がすごいかっていうと、そのね、有料版の機能の8割の機能が、このね、ダヴィンチリゾルブで使えてしまうというところなんですね。で、もちろん有料版にしたらノイズリダクション、ノイズを消したりとか、あとフィルムっぽく加工したりとか、肌を補正したりとか、そういうことができるんですけども、もう全然十分、ダヴィンチリゾルブの無料ソフトでも十分いい色編集ができますので、ぜひそちらチェックしてください。ということで、まず開く画面から、こんな感じの画面ですね。はい、開く画面を、こっちに置いていきましょう。はい、こっちのね、画面がありまして、ここでね、プロジェクトっていうのを新しく作ります。前のね、ホピさんの動画でもここで編集してますね。で、この右下の新規プロジェクト、ポチッと押します。はい。ここで、作っていきます。今回のね、動画の、まあ、プロジェクトというか動画の箱みたいなものを作っていきますね。もう適当にコーヒーテストしちゃいましょう。すると、もう早速、こんな感じの編集画面が出来上がります。で、見慣れない方は難しいと思うんですけども、サクサクっと紹介していきます。で、一番左の部分、ここですね、メディアプールにクリップがありません。ここは、クリップ、いわゆる動画をね、動画素材を入れる場所になります。で、右上が再生画面。で、下が、まあ、エディット、編集する画面になります。まあ、いわゆる一般の動画編集ソフトと同じような感じかな、編集画面になります。で、ですね、ダヴィンチリゾルブっていうのは、こう、エディット、動画をカットしたりとか、動画のね、速度を調整したりとか、したりもできるし、エフェクトもかけられるし、色編集もできれば、音の編集もできるという、かなり高性能なソフトになってます。で、それをですね、各別のね、タブで、制御することができて、まあ、一番下のね、この部分なんですけども、まあ、左がメディア。これね、動画の素材を管理するところですね。で、カット、あんまり使わないでちょっと省いちゃいます。エディットっていうところが、まあ、いわゆる動画の、カットとか、あとは動画の速度変更とか、そういうのをするところになります。フュージョンっていうのがエフェクトをいじるところです。僕もね、あんまりいじれない、まだ。カラーっていうのが、まあ、動画の色味を編集するところになりまして、フェアライトっていうのが、音楽を編集するところになります。で、最後、デリバーが書き出しですね。はい、動画を書き出すところになります。
で今回使うのはこのエディットっていう部分とカラーっていう部分になりますね。まあいろいろね勉強して分かるようになってきたらこのねフュージョンとかフェアライトも使ってみてください。もともと確か別ソフトだったのをこうね統合した形になるんだったかなだと思います。でエディットって部分で僕はねもう動画も入れちゃいます。まず動画入れちゃいましょう。このねメディアプールにクリップがありませんっていうところの右クリックでメディアの読み込み、はい、押しますと、今回撮った動画のね素材が出てきます。なのでビヤッと選択してあげて開くと、ああそうだそうだ、ちょっと待って、忘れてた1個、はい、その前にですねダヴィンチは1個設定しなきゃいけない部分があります。右下のこの歯車マーク、はい、歯車マークですね。でここで、今回の書き出しの動画の設定をまずいじっとかなきゃいけません。で、今回のね動画に関してはフル HD 1920×1080 の解像度で、30fps 1秒間に30枚の静止画で動画を作りますよって形で、僕はねやるっていう風に撮影編でお話してました。なのでその設定に変えとかないといけないんですね。でまずこのビデオモニタリングのビデオフォーマットの部分を HD 1080p の 29.97 に設定します。でこっちのタイムラインフレームレート、こっちも 29.97 に設定します。この辺のね、設定は結構難しいので、わかる人は自分のね、好きなように変えてもらって構わないんですけども、わからなければ、真似してみていただければと思います。だいたいこの設定か、もしくは、24p、23.976 に設定することが多いかなと思います。はい。で、保存と。で、このメディアプールにさっき言った通り、読み込みを押します。で、ビアッと。選択して開くと。でここ、出てきます。クリップのフレームレートと現在のプロジェクト設定のフレームレートが一致していませんと出てきますが、変更しないでいきます。はい、これね変更しちゃうとさっきねせっかく設定した、1080p の、30fps っていうのが、まあ、なくなってしまうので、このままでいきます。でまず動画を並べましょう。今日はね色編集なので色編集したい動画だけ並べちゃいましょう。このカットしなくてもいいですよ。あとまあ 2,3 クリップぐらい2,3 動画ぐらい選んで、そうそう、あのね、動画編集ソフトでは動画の素材のことをクリップって言ったりします。なのでそれだけ覚えておいていただければと思います。でこんな感じで3つ動画並べ終えました。そしたら色編集していきましょう。カラーのところを開きます。ケイスケの動画でサンプルとしてここのね、動画、この動画をサンプルとして編集していきましょう。でこのねカラーの部分、まあいろいろ表示されてるんですけども、左上これがですね、まあ再生される動画ですね。で右上の部分がノードっていう風になります。このノードっていうのが結構このダヴィンチリゾルブの特殊なところなんですけども、ノードっていうのはですね、まあ、こうやって、ノードっていうのを右に追加できるんですね。ノード追加、シリアルノード追加、右クリックで追加できます。はい、こんな感じで追加できるんですけども、例えばこれにコントラストを調整します、ホワイトバランスを調整します、2番に3番には例えばサイドを調整しますとか鮮やかさを調整しますとかすると、まあ、個別にそれをねオンオフできたりとか、順番を並べ替えたりとかもできます。まあそういうね、利点がありまして、これねノードっていう制度が採用されています。ちょっとね一旦ちょっとさっきね一回撮影したんですけども、それがね録画できてなかったんで、もう1時間2時間ぐらい喋ってて口が回らなくなってきました。はい、やっていきましょう。そんなことは言っていられない。でさっき言った通り左のところが動画再生、右がノード、でここはさっき並べた動画ですね。はい、ポチポチポチっと押すと動画個別に選べます。で下の色編集の部分があって、このね右下が色情報となります。でこの状態になってない方とか、ちょっと違うよって方はこのねワークスペースってところのレイアウト、 UI レイアウトをリセットってことを押していただけると、あ、ちょっと変わっちゃいましたね。はい、こんな感じになってて、このここにねここの部分消したいときはギャラリーっていうのをポチッと押すと消えます。で右下の部分はこのね波のマークを押すと出てきます。こんな感じですね。これが僕の初期設定画面にしてます。タイムラインみたいなね。はい、で実はですね色編集もいろいろできまして、こうやってねタブがこっちにもいろいろあるし、こっちにもタブがいろいろあるんですけども、今回使うところはですね、ここカーブの部分とここカラーホイールの部分、この2個しか使えません。なので基本的にこの2個でグレーディングをしていくと、カラーの色編集をしていくという形になります。で早速やっていきましょうか。難しいけど、まずノードを増やします。ノード増やすときは右クリックのノードを追加、シリアルノード追加でできますけども、 Alt+S でもできます。はい、4つノードを追加します。
で、本来カラーグレーディング色編集をするときってカラーコレクションっていうね、いわゆる色を適正値に戻す、見たまんまの色味に戻すっていう作業をしてから、自分なりの色にするっていうのがオーソドックスなやり方なんですけども、今日はもう直接カラーグレーディングというか直接自分の好きな色にしちゃいます。でこのね細かいことを言ってると、時間がなくなっちゃうんですけども、早速ね、1,2,3,4 と作ったら、それぞれに名前をつけていきます。はい、1番を押してノードラベル、これメインとしましょう。はい、こっちはホワイトバランス自体のダブルビーとしましょう。役割をつけ足すって感じですね。はい、ここはサイズいじったいのでサチュレーションで、最後4番がカラーにしましょう。はいはい、とするとまあここ4つ一個一個で色編集ができるという形になります。ざっくりと工程をやると、このメインのところで明るくしました、ホワイトバランスのところで、色温度を変えました。で、サチュレーションのところで彩度を上げました。こういう風にしていくと、まあ一個一個これってねオンオフできるんですよね。ホワイトバランスの部分だけ元に戻そうとか、はい、メインの部分だけこうやって変えようとかいう風なのができます。まあ、ちょっとね、ゼロに一回戻さなきゃいけないんで、ゼロに戻しますけども、元に戻しますけども、まあそういう風にしてね、一個一個このノードを選択した状態で色味をいじると、後でね、オンオフがしやすいという形になっているので、ぜひやってみてください。で、そしたらメインのところでまず、シャドウ、いわゆる暗い部分の色味と明るい部分の色味、あとはミッドトーン、真ん中の色味とかの、明るさだけをいじっていきます。色はいじらず明るさだけですね。はい、この辺にしましょうか。で、の1番、あれ？あ、そっか。さっき、そっか、ラベルつけたらこっちにしてたのか。ラベルをもう一回付け直しましょう。はい、できました。そしたらメインの部分ポチッと押します。で、メインの部分で、まずは、こう、色味というか明るさをいじっていきましょう。明るさいじるときは、こっちの右下のスコープっていう部分を見ながら、この3つのホイールをいじっていきます。リフト、ガンマ、原因とありますね。で、このリフトっていうのはシャドウの部分、暗い部分をいじるものです。原因がハイライト、明るい部分をいじるところになって、ガンマっていうのが真ん中のトーンをいじる部分になります。のこのね、なんかギザギザの部分あるじゃないですか。これをいじると変わっていきます。こうやってねやるとほら暗くなったり明るくなったりするでしょ。で、この右下のスコープっていう部分見ながら、このリフトっていう部分をこうやって下げていきます。はい、これねギリギリこの辺が下につくかつかないかぐらいまで下げていきます。で、原因の部分はよいしょ、このね上の部分がギリギリ上につくかつかないか、この部分ですねのところで、上げていきます。上げたり下げたりしていきます。で、ガンマ、ミッドトーンの部分はお好みですね。僕ちょっと明るめが好きなのでちょっと明るくしちゃいましょう。はい、こんな感じにします。で、1個というか、ここはね僕の一番の推しポイントなんですけども、同じこのメインを選択した状態でカーブ、まあ新しく付け足してもいいんですけども、カーブの部分をいじります。で、このカーブの部分ですね、この斜めの線で明るい部分とか暗い部分とかをいじることができます。例えばこうやってねやると明るい部分だけこうやって変わったりしたり、こっちの部分いじると暗い部分だけね変わったりします、優先的に。はい、で、このトーンカーブ、僕はですねちょっとコントラスト高めたいので S 字にします。はい、こんな感じ、3点作ってこうやって感じですね。はい、で、こういう風にするんですけど、ここねポイント、ここの一番左下のところ、これをねキュッと上げてあげるんですよ。そうすると黒の部分がちょっとグレーになるんですよね。はい、これがめちゃくちゃ好き。これ一発でかなりノスタルジックに見えるはずです。実際にこれオンオフしてみると、これね、コマンドプラス D でオンオフができます。もしくはこの数字の部分を押すとオンオフができるんですけども、全然近くないですか。これね、一番のポイントなので、ぜひ覚えていただきたいんですけども、まあ、ゼロの状態から、ここね、ピュッてやるだけで、かなりね、こう、ちょっと雰囲気のある映像になったんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、この辺が潰れて見えにくくなってしまったので、ガンマの部分もう少し上げてあげます。はい、このぐらいかな。にしてあげると、かなり雰囲気が出たんじゃないでしょうか。実際これね、下げたままにすると、こんな感じですね。何の変哲もない映像なんですけども、ちょっと上げてあげるだけで、はい、雰囲気が出るという形になります。これめちゃくちゃいいので、ぜひやってみてください。ケイスケの動画。で、あとはね、細かくいじっていきましょう。ホワイトバランスの部分、つけて、で、ここね、ホワイトバランスとかは、このタブの1、2っていうのがあるので、ここでいじれます。まあ、この辺感覚です。はい。ティントっていう部分が、まあ、緑にしたり、ピンクにしたり。できるんですけども、
はい、僕ちょっと緑目が好きなんでこうします。で、ここでもう色温度は終わりで、サチュレーションサイドの部分はですね、ここの部分ですね、サイド上げたり下げたりできるんですけども、まあ僕は若干ここは変えずに、よいしょ、ここはね元の数字に戻してあげて、でこっちの2番のブーストっていう部分、ここで上げてあげます。ちょっと上げるのが好きですね僕は。はい、こんな感じです。はい、で、皆さんお待ちかねかな、殻の部分やっていきましょう。だいぶねこの状態でもノスタルジックな感じの雰囲気になってると思うんですけども、身振り手振りやって元気出さないとできないんで、はい、やっていきます。で、やっていきます。で、カラーの部分いじるときは僕はここのカーブの部分の、これね丸ポチがいくつかあると思うんですけども、ここいじります。この3つですね、色相 vs 色相と色相 vs サイドと、色相 vs 輝度、この3ついじります。で、色相 vs 色相は色を、例えば青をどういう風にするか、オレンジをどういう風に色にするかっていうのをいじります。で、色相 vs サイドっていうのはどの部分の色味を、サイド高くするか鮮やかにするか、色を消すかっていう風なのをいじります。で、輝度の部分っていうのはどの部分の色味の明るさ、ポップさかな、ポップさじゃないか、明るさ輝度なので、まあ、輝きを調整するっていう形になります。で、まず色相の部分いじっていきます。僕はね、あの皆さんが知ってる通り青の部分が、僕はねエメラルド気味というか緑っぽくするのが好きです。なのでですね、この部分、このね色相ベース色相のタブの状態でここのねところに持っていくとスポイトマークになるんですよね。スポイトマークでこの青の部分をポチッと押してあげます。そうするとね青の部分にドットが打たれます。はい、で上に上げてあげるとちょっと緑っぽくなります。でもう少し緑の部分の範囲広げたいので、こういう風に僕はね色をいじってあげて、よいしょ、じゃあやりすぎかな、よいしょ、やりすぎかなっていうのを目で見ながら調整していきます。このぐらいかな、あー間違えた、やりすぎるとねこんな感じになります。はいはい、こんな感じですね。ちょっとやりすぎてもいいぐらいなんですよね。少し、はい、入れちゃいましょう。こんぐらいかなと思います。はい。で、それでいて、こっちの色相の部分もちょっといじります。この部分の、こうやってね、点を打ってあげて、間の部分だけこうやっていじることができるので、これもやっていきましょう。この、こうバッてあげると、どこが変わってるかわかるはずです。まあ、ちょっとね僕ね赤をオレンジ気味にするのが好きなので、こういう風にいじったりしてますが、だいぶ雰囲気変わったと思わない？これ数字を押すとこうやって変化後変化前が見えます。これだけでだいぶ雰囲気変わったと思いませんか？どうですか？僕は結構好きな感じになってます。で、ここの部分はもう、緑は下げたりとか、僕紫は下げるので結構ここは下げちゃいます。これはお好みです。はい、この辺お好みですね。で、次サイドの部分です。サイドの部分も僕は青の部分だけを少し上げます。はい、少しだけですね。で、オレンジの部分も少し上げます。他は下げます。で、もう一個こっち、輝度の部分ですね。輝度の部分に関しては青の部分上げるとこうなります。この辺が変わってるの分かります？この辺ですね。はい、なので青の部分は僕はねちょっと下げ目が好きなんですよ。下げるとですね、ただあの色が出てきすぎちゃうので、まあちょっと微調整、若干下げるぐらい、あんまり下げすぎると結構色破綻しちゃうので、輝度は、ここは下げてオレンジの部分は少し上げます。はい、ちょっとオレンジ赤っぽくしすぎたかな、しすぎたかなと思いますので、サイドの部分少し下げようか。サイドが上がりすぎな気もするな。はい、この感じで微調整します。こんな感じですかね。で、オンオフしてみると、はい、このような形になります。もう少しねさっきのトーンカーブの部分いきたいなと思ったら、メインのところを押してここのトーンカーブのところに戻ってきて、ギュッと上げてあげると、真ん中のところ少し上げたりとか、はい、どうですか？だいぶノスタルジックになったんじゃないですか？これね、全部選択してあげて、コマンド D を押すと、全体のオンオフができます。だいぶ変わりましたね、色。ちょっとやりすぎかなとも思ってるんですけども、まあ僕はね、結構こんぐらいが好きだったりするので、はい。好きです。で、これを他のクリップ、動画でもやっていきます。ちょっとね、さっきね、増やしちゃったんですけども、これは消しちゃいましょう。で、
こっちの部分にもやっていきたいんですけども、まあ、さっきやった通りこれと同じことを、他のね動画でもやるんですけども、めんどくさいじゃないですか。この部分、こっちのさっき、カラーグレーディングした方を、まあ、こうやってね、この動画の部分を右クリックしてスチルを保存というボタンを押します。そうするとこのギャラリーの部分にこのさっきのスチルが保存されるんですね。はい、このスチルをですね、なんとこっちの動画にドラッグアンドロップすると一発で適用されると、はい、いう形になってます。なんか見たら彩度低いですね。あとちょっと個別に、まあこれ彩度低いなと思ったんで、もう少しブースト上げてあげるとか、はい、こうやって、個別にいじってあげるのは必要ですけども、基本的にはこの一発だけで、はい、いけちゃうというのがめちゃくちゃすごいところです。まあこれもね、少しこの辺が白飛びしてるんで、メインのね、ゲインの部分を下げてあげたりとか、でここら辺黒つぶれしちゃうんでガンマで上げてあげるとかいう風な感じで、調整したりします。っていう感じでね、色をちょっとねノスタルジックにする方法、まあ特にやっぱりこのねトーンカーブっていうのがすごく大事になるので、ぜひね使ってみてください。ケイスケの動画、はい、という感じで、かなり長かったと思いますが、色編集をザクザクっとやってみました。結構ねノードとかが難しいので、これでもねかなり噛み砕いて説明したつもりではあるんですけども、まあ難しい部分は結構あると思う。でその辺はですね、まあ、正直ここでね全部ちょっと説明できるわけではないので、かなり長くなってしまうので、ちょっとねご自身でダヴィンチリゾルブ自体の使い方っていうのをね勉強していただければ嬉しいと思います。でまあこんな感じで僕はね普段色編集してるので、またねこういう動画も出していきたいと思います。残るところ色編集したら、あとは、動画の編集、動画の並び替え、カットとかになりますので、ぜひそちらも、チャンネル登録して待ってていただけると嬉しいです。多分明日か明後日には出せるんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じかな。わからないところとか、ここの部分もう少し詳しく聞きたいっていう部分があれば、ちょっとね、増刊号みたいなの出すかもしれないので、ぜひそれはね、コメントいただければ嬉しいです。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい。Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。やっと話し終えました。ちょっとね、ごめんなさい。難しいところがあって、もっとね、わかりやすく説明したいんですけども、ここはわからなかったっていう部分は、また補足したいと思いますので、ぜひ今後もよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。